友人からいただいたカジカです。間違いなくメスですので醤油漬けを作ります。目の粗いザルです。で、少し塩を入れておきます。とほぐさずつけるときはこの薄皮を取ります。多分アニサキスもいても生きて通れないと思います。イクラに近い形のカジカの子も売ってますけど、あれは当別カジカの子です。あとは 2,3 回水で洗います。と少し水を切っておきます。味付けは好みだと思います。私は醤油と お酒で漬けてます。とこれは昨日漬けたものです。これがこうなります。冷凍するときは使ってから冷凍したがいいと思います。以前冷凍した立ち釜です。こちらが塩だけで作ったものです。ほとんど変わりないです。片栗粉を入れて作った方です。水をして冷凍しても、水をしなくて冷凍しても変わりないです。
4個ともほとんど変わりなかったです。